ドクタースランプあるいはドラゴンボールでおなじみの漫画家の鳥山明さんが亡くなりました。急性硬膜下血腫とのことで、本当にね、急死なさったということでして、世界からですね、さまざま追悼コメントが寄せられているという状況です。まずひろゆきさん、どう受け止めていらっしゃいますか？そのすごく優秀な人でもいつかは亡くなってしまうというのなんですけども、なんか鳥山明さんはまだそこまでの年齢ではないという認識だったので、僕の中では、なんかそのドラクエの新作とかでもキャラ描いてたりするっていう話を聞くん で、なんでそういう意味でいくと、早っていうのが、で結構好きな仕事を選んでやってたイメージなんですよ、だからそんなにもう連載もそんなにやってないので、なので悠々自適で健康的な生活をしているから長生きをするんじゃないかなみたいな勝手な思い込みをしてました。はい、もうドラゴンボールを描き始めたのが20代の頃からだったということでね、長く活躍されていて、そして68歳という若さでということなんですね。私は好きだったのは、作画がとっても綺麗なんですよね。江口久志さんの、非常に、女性を非常に上手に描くっていうことと同時に、やっぱりものすごく、イラストとして の仕上がりがすごく綺麗で、なんかそれも好きだって、その後なんていうかな、だんだんこうカメハメハとか、そうですね、天下一武道会とかそういうふうにこう行くんですけど、ベジータとかね、そうですね、ああいうふうになっていくんですけど、その初期の頃 そのドラゴンボールも私すごい好き でやっぱりね、なんといってもね、アニメも好きだけど漫画の美しさがね、とても好きでしたね。そのデザインでいうと、今おっしゃった江口久志さんが、漫画家としては、先にごめんなさいね、言いますと、そのメカデザインが特に秀逸だったっていう、コメントを残されてますね、今回のことを受けて。ひろゆきさん、どうぞ。そのメカデザインとかもそうなんですけど、じゃあドラゴンボールがアニメになりました、その後 3DCG のゲームになりました、でドラクエも最初 2D だったんですけど、その後 3DCG のゲームになりました、で 3D になっても違和感がなくて、ちゃんと構造的に設計ができてるんですよね、でドラえもんってスネ夫の髪型って 3D にするときみんな困ったんですよ。そのパターンが最初からない状態で、多分頭の中で 3D にキャラクターも鳥山さんの中には存在していて、それを 2D に落とし込むっていう描き方をしてたので、どういう構図で見ても破綻がないっていう、すごく珍しいイラストの上手い人だったんです。そうですね。そしてドラクエといえばね、そのモンスターたちが可愛いんですよね。なんか憎たらしくないっていうかね、あのスライムの感じとかね、すごいなっていうね。もちろん作画の美しさもそうだったんですけども、私はあられちゃんが始まったのが小学校に入った途端だったんですね、でそうするとキーンとかバイちゃんもそうだし、うんこツンツンって、これ言っていいのかしら、大人だけど、あれがやっぱり年代としてはものすごい新鮮で、そんなものをテレビでなんか女の子がやってるわけですよ、であれをね、やっぱ真似しちゃいけないっていうんで、先生とか親とかが初めは見ないでとか言うんだけど、やっぱ面白いから、そのうち大人も一緒に見ちゃうっていうね、なのでやっぱりそのストーリーの面白さであるとか、キャラクターのああいったこうなんていうの、秀逸な面白い子供たちっていうのを描くっていうのも素晴らしかったなって思います。はい、テレビも面白かった、ジャンプも面白かった、待ち望んでた、それと同時にそのデザインだけじゃなくてですね、発想ですよね、それこそ天下一武道会、カメハメハ、センズ、スカウター、こういったものを、ある種概念を生み出した人、スカウターなんか思ったら今はまさに、ね、大谷が今つけてるんですよ。いや本当戦闘力みたいな感じで、いやさっきのひろゆきさんが言った通り、実は作画の美しさっていうか、今 AI に多分今の全部読ますと、それで多分立体的な、一部やってますけど、立体的な像を多分あれだけ その精密で、そのこうイメージしたやつでやってるから、一回この全部、作画をAI に読まして食わせて、それであれば、再現できると思います、十分。なるほどね。いや僕も一応クロノトリガーっていうゲームから、大好きだったんですね、今でも大好きですけど、でもやっぱりこの彼の影響力、やっぱりドラゴンボールでアニメを知った人が世界中にどれくらいいるかっていう、だから多分入り口としてそこから入ってる人がめちゃくちゃ多くて、自分の周りも日本に興味なくてもドラゴンボール知ってるよ、面白いよねっていうのは、やっぱり半端なく影響力がある、すごい偉大な方が亡くなったっていうのは改めて思いますよね。ひろゆきさん、どうでしょう、改めて。でも結局その漫画のじゃあドラゴンボール のじゃあ天下一武道会とか、多分鳥島さんっていう編集者のアイデアだったと思うんですよね、じゃあそのドラゴンクエストとかもやっぱり堀裕二さんっていう人がいてっていうので、その一緒に組んで仕事をする人のアイデアをちゃんと形の、職人としての能力が結構高かったんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、本当高田さんでその、うん、で本と考えの本自体もやるし絵も全部自分でやりますっていうタイプの人もいるんですけど、むしろ鳥山さんってもともとはその漫画家というより確かデザイナーさんだったので、その誰かの夢を実現するっていう能力が異常に高かったっていう結果、その世界で成功するような作品がいっぱい作れたってことなのかなと思うんですけど、今ひろゆきさんがいらっしゃるパリの方もそうだと思うんですけど、やっぱり海外に行った時のその日本の漫画っていうものをもう筆頭にやっぱりドラゴンボール、やっぱりすごいあのなんていうのかな、いっぱい印刷されていっぱい売ってるんですよね、うん、でああいうの見ると、まあ、ゲームの世界でもそうだったけどザ・クールジャパンだったなみたいな、本当に先鋒だったなという感じがするので、うん、すごく惜しまれますよね、はい、うん、そして今見てもね古くないっていうかね、うん、ものすごく今の時代にも通用するものがあるなと、うん、本当に惜しい方を亡くされたというふうに思いますね、心からお悔やみ申し上げます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。